皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。英語が超苦手な人の高校受験音読英語の13回目、今回は一般動詞の過去形、これを説明します。一般動詞というのは B 動詞以外の動詞のことでした。 Play、Like、Study、Speak、ね、こんなものがありましたよね。で、日本語でも過去を表すとき、何々しますというのを何々したとかしました、こういうふうに、ね、語尾を変えますよね。日本語は語尾を変えて過去を表すんですけれど、英語では動詞の部分を変化して過去を表します。その変化の仕方、ね、基本は規則的な変化をするもの、そういう動詞があります。この規則的な変化をするものは動詞の後ろに ED や D をつけて過去を表します。では1番を見てください。I watch TV。 これは私はテレビを見ますと、普段テレビを見るということを言ってるんですけど、これ見ましたにしたかったら watch、 この後ろに ed をつけて watched、ね、こういう形にして I watched TV。 これで私はテレビを見ましたという文章が出来上がるんですね。で、ここに書いてあるもの、青い丸と赤い丸、ね、あると思うんですけど、この青い丸の部分が赤い丸に変化しているんだよって、この変化、青が赤に変わっているんだよと、こういうことを表しているので、この動画その部分を意識して、見てください。では2番に行きますね。2番、 Ken likes apples。 Ken likes apples。 Ken はリンゴが好きです、こういう英文ですよね。この like、ここでは3単元の S がついていますけど、もともとが E で終わっている単語です。E で終わっているものは、その後ろに D だけをつけます。で、liked として、Ken liked apples。Ken liked apples、ね。これで、Ken はリンゴが好きでした、ね。過去の文章になるわけです。3番です。You study math.あなたは数学を勉強します。これを勉強しましたという形にしたいとき、三単元の S と同じ変化をすると思ってください。つまり Y が I になると。こういう変化ですね。そして ED をつける。Y を I にして ED。Y を IED に変えると。ね。これを覚えてください。ですから、study の部分が studied。ね、Y を I にして ED、studied、こうなっています。You studied math。これであなたは数学を勉強しましたと、こういう過去の文章になったわけです。これは規則的な変化をするので分かりやすいんですけれど、これ規則的な変化をしないものがあるんですね。不規則的な変化をするもの、ね、動詞の形が変わっちゃうもの。または、プットのように、原型、現在、原型と、過去形が全く同じもの。または、読むというのの read。スペルは変わらないのに、発音が read。こうなるものもあります。ですから、この不規則変化をする動詞というのは、その動詞ごとに過去形が何なのかって覚えなきゃならないんです。まあ、ちょっとめんどくさいんですけれど、これはもう、そういうものだ。と思ってください、ね。楽な覚え方はないんですね。それぞれ覚えると。覚えるにはどうすればいいか。たくさんね、言ってみると、ね。何回もやってみると。繰り返しやってみると。そういうことによって、覚えていきましょう。では4番見ます。We go to the park.、ね、私たちは公園に行きます。この go の部分、ね、行くという動詞の過去形は実は全く形が変わって went、 こういう形になります。 ですから過去を表す文章は We went to the park。 こんなふうになるんですね。5番、 Mika gets up at 6。 Mika は6時に起きます。これを6時に起きましたと言いたかったら、get の部分が got
に変わります。ね、got ね。Mika got up at six. Mika got up at six.、ね、こうなります。ここで覚えておいてほしいのは、実はね、過去形というのは主語によって変化をすることがないと。現在形の文章って主語が三人称単数だと三単元の S がつくって。主語によって後ろに S がついたりつかなかったりしたんですけど、過去形はそれがないんですね。ですから過去形を覚えちゃったら、主語が何であってもその過去形の動詞をつければいいという。ここのあたりはね、現在形の文章より楽だと思います。さて、この過去形の文、一般動詞の過去形の文章、これを疑問文にしたいときどうすればいいか、ね、現在形だったら do, does、 こういうものを前につけて疑問文作りましたよね。過去形では did を使います。 did を主語の前に置いて動詞を原形に戻す、変化する前の元の形、これに戻すということです。これ大切ですので覚えてください。例えば6番は They lived in Hamamatsu. They lived in Hamamatsu. 彼らは浜松に住んでいましたと、こういう英文ですね。これを彼らは浜松に住んでいましたか、こういう質問の文章にしたかったら They の前に Did を置いて Did they live in Hamamatsu? Did they live in Hamamatsu?こうすればいいわけですね。 did を they の前に置いたと、そして lived の部分が live に戻ると、原形に戻ったと、こういうことですね。もし住んでいたんだったら yes they did、ね、yes they did、 住んでいなかったんだったら no they didn't、 no they didn't、 didn't というのは did not、 これを短くしたものです、ね、ですから no they did not でも構わないんですよ。さて7番です。 He came home at 5. He came home at 5. 彼は5時に家に帰りました。この came というの、come、来るというのの、過去形です。これを疑問文にしたかったら He の前に did を置いて Did he came の部分を come という原形に戻して、 Did he come home at 5?ね、Did he come home at five? こうすればいいわけですね。もし Yes だったら Yes he did、 No だったら No he didn't、 こう答えればいいわけです。さて次は否定文です。否定文とは何々じゃなかったという文章ですよね。何々じゃなかった、過去形だからなかったということですね。これは主語の後ろに didn't、 did not ですね、これを置いて動詞を原形に戻せばいい、こういうことです。例を取ると8番。Mr. Kato spoke English. Mr. Kato spoke English. 加藤さんは英語を話しました。これを加藤さんは英語を話しませんでしただったら Mr. Kato の後ろに didn't と置いて Mr. Kato didn't speak English. Mr. Kato didn't speak English. こうすればいいわけですね。spoke を、ね、didn't にして speak に変えると。didn't speak に変わると。9番は She had breakfast. She had breakfast. 彼女は朝食を食べました。これ食べませんでしただったら主語 C の後ろに didn't、 did not を置いてこの have、 had、 これを have に戻す。She didn't have breakfast. She didn't have breakfast. これで、否定文が出来上がるわけです。さてここで全体をまとめておきます。過去形を表すとき、一般動詞で過去形を表すとき、動詞の部分を変化させて、過去を表します。そのとき、ね、規則変化をする動詞があります。その場合は ED や D を後ろにつけます。study なんか子音じまいのときには、Y を I にして ED、 こうなります。そして不規則変化をする動詞があります。これは一つ一つをそれぞれ覚えていくしか、覚える方法はありません。さて次、疑問文。疑問文は主語の前に did を置いて動詞を原形に戻して疑問文を作ります。で最後にクエスチョンマークを忘れないでくださいね。そして否定文。
主語の後ろに did not、didn't を置いて動詞を原形に戻して否定文を作ると、こういうわけです。今回は一般動詞の過去形について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。